こんにちは、プロトレーラーの翔太です、えー。今回なんですけども、あの、ふるさと納税のおすすめ商品をですね、えー、お一つご紹介したいなと思います。うん。で、あの、ふるさと納税というものをその知らないという方のために、まあ、の簡単にご説明したいと思うんですけど、言ったら、あの、節税対策になるんですね。うん。ふるさと納税をすることで、節税対策になると。 で、なおかつ、ふるさと納税をすると、あの、返礼品という形でですね、その商品がですね、おうちに届くんですね。うん。なので、節税対策にもなるし、あの、商品もおうちに届くしって感じで、まあ、あの、一石二鳥みたいな感じになるんですよ。うん。なので、 あの、結構ね、その、稼いでいらっしゃる方はですね、まあみんな、あの、やっているものではあるんですけども、で、まあ僕もですね、あの今年もかなりの金額稼いだので、まあ結構な額のふるさと納税をですね、まあやんなきゃいけないわけですね。言ったらそのふるさと納税の限度額っていうのがあるんですけど、まあこのふるさと納税の限度額っていうのは、あの年収に応じて、 その上がっていくシステムなんですね。だからその年収が高い人はですね。あのふるさと納税の限度額もあのかなり、えー、上がっていきますので。 だから言ったら、かなりの金額のふるさと納税をやんなきゃいけないという形になるんですね。だから言ったら、あのー、その限度額ギリギリぐらいのところを狙ってふるさと納税をすることで、まあ、かなりの節税になるし、そして商品もたくさん届くしって感じで、もうまさにウハウハえー、ハウハ一石二鳥。そして、えー、なおかつ、あの、楽天ふるさと納税っていうのがあるんですけど、言ったらその楽天で、 え楽天ありますよね。皆さん分かりますよね、楽天。あのー、楽天でふるさと納税ができるんですね。うん。で、楽天でふるさと納税することで、言ったら楽天ポイントもめちゃめちゃ貯まりますから、もう言ったらね、あの、節税対策にもなるわ、商品も届くわ、楽天ポイントもめちゃめちゃ貯まるわで、もう本当にその一石三鳥みたいな感じな,、えー、感じなんですよね、実質ね。うん。 えーでただですね、あの、まあ、言ったらかなりの金額稼いでる方は、あの、まあ、めちゃめちゃふるさと納税ができるので、えー、たくさんその商品がですね、えー、家に届く形になるんですけど、ここで問題なのが、あの、食材ばっかりですね。うん。食材ばっかり狙ってると、言ったら食材って、あの、賞味期限がありますよね。当然ね。 うん。で、その楽天ふるさと納税の人気ランキングとかね、見てもらったらわかると思うんですけど、その食材ばっかりなんですね。うん。上位に来るのは食材ばっかり。まあ言ったらそのホタテやら、えー、明太子やら、えー、うなぎやら、まああの、そういったまあ海鮮系のものとかがですね、まあ結構その上位を占めてくるんですけど、 まあその海鮮、海鮮もの以外のえ食材もあるんですけどね。言ったら、あの、もう食材ばっかりなんですよ。で、そういったその食材ばっかり手を出しちゃうと、その結構その同じ時期にですね、えまあ、ど、どっとね、あの、同じ時期にどっと家に届くことになるんで、まあ言ったらその消化できないと。 うんで、まあ、日にちが経って、その賞味期限も切れて、まあ、あの、せっかくふるさと納税で頼んだのに、その食材腐らせちゃったり、みたいなね。まあ、そういう方もいらっしゃると思うんで、その、もっと、その、賢いふるさと納税をね、こう、やっていった方がいいということになるんですね。うん。で、そんな中で、やっぱり、その、えー、実用的なものもですね、あものも、あのふるさと納税に加えていった方がいいわけですよ。 うん。で、そんな中で、まあ、ちょっとね、あの一つね、これおすすめの商品がありまして、それがあの、これですね。今、これ、画面に映っているこちら、わかりますかねまあ、皆さんわかると思うんですが、はい。あの、トイレットペーパーなんですけどね。はい。トイレットペーパー。まあ、ったあの、トイレットペーパーを、その、お家で使わないっていう人はね、いないと思います。 まあ全員お家でトイレットペーパーにはですね、お世話になると思うんですね。うん。ま、あの、ほぼ毎日お世話になると思うんですよ、トイレットペーパーには。うん。なので、あの、ま、ここでですね、そのふるさと納税でもうある程度、あの、まとめてですね、トイレットペーパー買いまくっとけばですね、もうその当分、トイレットペーパー買わなくて済むわけですね。うん。 言ったら、その、普通はですね、あのー、まあ、トイレットペーパーを使い終わったら、まあ、そのお近くのお店でですね、まあ、トイレットペーパーはまた買うわけですよね。でも、あのー、そんな感じ、ちょっと今すいませんね、僕のお腹が鳴っちゃったんですけども、気にしないでくださいね。ちょっと今お腹空いてましてね。はい。でもね、のあの、トイレットペーパーがなくなるたびに、いちいちその、 あの買いに行くのって、まあ、ちょっとこう面倒だったり、あと一番ピンチなのが、あのまあ、言ったらね、あのトイレにいる時にですね、うんまあ、言ったらその催してる時にですね、催してる時にそのトイレットペーパーがないということに、そのそのトイレにいる時に気づいてしまった時ですよね。まあ、これ一番大ピンチというか、うん あの、だから、こう、そう、そういうのをね、やっぱ防ぐためにもですね、それがやばいみたいな、トイレットペーパーどうしても必要なのに、トイレットペーパーないぞと、もう残りないなと、いうことになってしまわないためにもですね、あの、やっぱり、たくさんトイレットペーパーが家に、まあ、常にある状態にしておいた方がいいわけですね。うん。そう考えたときに、 まあ、あの、ふるさと納税をね、まあ、される方はですね、ぜひですね、トイレットペーパーをもう、かなりの数、もう買っておくというね、これ非常に、あの、賢くて実用的なふるさと納税だと思うんですよね。うん。だから僕も、あの、毎年ですね、 もう本当に怒涛の勢いで、あの、トイレットペーパーをですね、あの、ふるさと納税してですね、まあ、その返礼品としてね、トイレットペーパーが怒涛の勢いでお家に届くわけですよね。うん。だから、まあ、常に、その、家の中はトイレットペーパーで、まあ、その、満ち溢れている環境というか、まあ、なんて言ったらいいんですかね。だから、その、トイレットペーパーにその、困ることはないんですよね。うん。だからね、これ非常にいいですよ。うん。まあ、トイレットペーパーはもちろん、 いいですしあとまあティッシュとかもですね、まあ、ティッシュもその家で全く使わないという人は言う人はいないと思うんですよね絶対今ティッシュはあの使うものですのでだからそういったその絶対にお家で使うものそしてなおかつ賞味期限という概念がないもの、うん、そういうのを狙って、えー、ふるさと納税していくと非常にあのー、まあ賢いというかですね、うん 食材ばっかり、まあ食材とかまあ飲み物とかですね。まあ飲み物はね、まだその、言ったら賞味期限が、まあ食材に比べたらまあ長いのでね。まあまあいいと思うんですけど、いっぱい買ってでも。まあでも食材ばっかり選んじゃう人とかはですね、あのー、ちょっとこう考え方をちょっと変えて、まあこういったトイレットペーパーなどもですね、ふるさと納税していった方が、 いいんじゃないのかなと思いまして、今回ちょっと、あの、ふるさと納税おすすめ商品として、トイレットペーパーをですね、ご紹介させていただきました。でちなみに、あの、トイレットペーパーもですね、まあ、その、いろいろと種類があってですね、その、ふるさと納税の、あの、リストを見ていただいたらわかると思うんですけど、その、ふるさと納あの、楽天ふるさと納税で、その、検索欄のところに、その、トイレットペーパーって入れて、あの、入力して、 あの検索したらですね。まあ,あのいろんな種類のトイレットペーパー出てくると思うんですけど、僕はあのその中でもね、あのこれですね。これ。これね、えー、エ,リエ,ールエリエール消臭プラストイレットティッシュしっかり香るフレッシュクリアの香りコンパクトダブル64個1.5倍巻き小スペース パルプ100%ということで、もうパルプ、最後のパルプ100%はもう本当に意味わかんないんですけども、あのー、まあ、言ったら、これね、1.5倍巻きなんで、なんていうのかな、あの、スペースをね、取らないんですよね。うん。だから、その、ヒトロールに対しての、その、巻き具合が他のトイレットペーパーよりもその1.5倍増しということで、 あのー、まあ言ったらねあのー、他のトイレットペーパー他の種類のトイレットペーパーとかだったら確かね12ロールとかね書いてあったりすることが多いと思うんですけど多分12だったと思うんですけどでもこれはね8ロールなんですよねうんえでも8ロールと12ロールだったらその12ロールの方が多いから12ロールのやつの方がお得なんじゃないかと いうふうに思う方もいるかもしれないんですけど、でもこれそ、そのヒそのロールに対しての巻き具合が1.5倍巻きなんで、言ったらこっちの方がそのスペース取らないし、実質その量としてはまあ同じぐらいというか。うん。で、まあなおかつまあエリエール消臭というかですね。うん。まあしっかりそのフレッシュクリアも香ってくれますし、まあ非常にいいトイレットペーパーなんじゃないのかなと。 えー、個人的な思いも思いますんで、あのー、まあ、もしね、そのトイレットペーパーをそのふるさと納税しようと、えー、思っても、そのいろいろとトイレットペーパー種類あって、どのトイレットペーパーにすればいいかわかんないという方はですね、まあ、このエリエール召集のね、このトイレットペーパーね、これにしてみるっていうのが一つの手かなと思います。うん。で、僕ね、あのー、去年はですね、あのー、ちなみにこのトイレットペーパー バーと、あともう一つですね、違う種類のトイレットペーパー、ちょっと選んだんですよね。うん。これプラス。あの、何やったっけね。あの、なんかパイナップルの香りがするみたいな、な書いてあるやつがあるんですけど、まあ、それもね、全然、あの、良かったんですけど、まあ、あの、今年はもうこれ一本でいきましたね。うん。やっぱりその、スペースをね、取らないっていうのはね、やっぱいいですよね。やっぱこの小スペースということでね。うん。 で、まあ、なんと言っても,も、このパルプ100%というかね、もう本当にもう意味がわからないんですけども、この、まあ、パルプが100%なんですよ、<laughs> まあ。もう、ここに関してはもう、全く、その、知識がなさすぎてですね、もう、パルプって一体何という感じなので、本当に解説できないんですけども、でも、こうやって書いてるっていうことは、これはすごいことだと思うんですよ、きっと。うん。パルプが100%なんで、 これもものすごいすごいことだというふうに認識していただけたらと思います。はい。まあまあ、一番はね、こうですよね。まあ、ースペース。うん。これがこのトイレットペーパーの、まあ、なんていうんですかね。こう、まあ、見どころというか、まあ、おすすめポイント、ナンバーワンかなという感じですよね。うん。あとね、このトイレットペーパーね、ここですよね。これね。もう芯で消臭しちゃってるというか、このトイレットペーパーね。 うん。もうそのペーパーじゃなくて、もう芯でもう消臭しちゃいますよ、私はっていうね。まあそういうトイレットペーパーなんですよねで。すごいですよ。もう芯から香ってきちゃってるわけですから、これね。うん。だからもう、このトイレ空間の気になる匂いをもう低減するプロフェッショナル的トイレットペーパーだと言っても、まあ、過言ではないかなという感じですよね。うん。ぜひね、このね、 エリエール消臭のね、こちらのトイレットペーパーね、ふるさと納税で買い占めてみるのもね、ありかなと思います。というわけで、えー、今回の動画は以上になります。ありがとうございました。プロトレーダーの翔太でした。